バルトロメウス・スプラン・ヘルス・スプランガー1546年3月21日1611年9月17日は、ブラバント広告の画家。北方マニエリスムの代表的な美術家。記事のアントウェルペンでコルネリス・ファンダ・レム等のもとで、画家としての修行を積み、1565年にローマに出る。ここで、マニエリスムの様式を身につけ、ローマ教皇のための仕事に従事し、 神聖ローマ皇帝マクシミリアン2世に招かれて、ウィーンへ赴き、宮廷画家となる。後に、ルドルフ2世に従って、プラハに移り、以降は没するまで彼の地を本拠とした。サルマキスとヘルマフロディトスウィーン美術史美術館所蔵。彼の作品で特徴的なのは、ラフ像の描写である。神話を主題に取りながらも、体の線を曲げて、男性キャラクターを誘惑する。 女性像は、優美さと、妖艶さで、他の追随を許さない。また晩年にかけては、皇帝のコレクションに収まっていた、カラッチの影響や、巧みな色彩効果でその座を掴んだ新進の、宮帝画家、ハンス・フォン・アーヘンとヨーゼフ・クランツの追い上げもあって、バロック絵画に接近した様式に画風が映っている。その意味では、マニエリズムとバロックの過渡期を生きた画家であったと言える。 ありがとうございます。